ボンボン、ジェットスキー、ボンボン。すごいな。なぜか洞窟にいるのに短パンっていう。大丈夫、かぶっちゃう。今ちょっとかぶっちゃう。今ちょっとかぶっちゃう。かぶっちゃう。かぶっちゃう。あー、早い。危ねえ。ちゃんとギリなんで、ああ、しまったな、もったいない。ああ、うわうわうわ、ちょっと待ってくれよ。ここ上がりのジャンプが要注意。さあ、あと1個アイテム取ればボーナス点、そしてワープ。しょうがない、しょうがない。結構来るの早いな。槍が飛んでくる。難しそう。ナイス。あ、当たる。当たるのか、あれ。あー、乗ってないといけない。難しすぎ。これアイテム取れればパス。いった。
あギリ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 一番失敗さあここクリアできるとかここがむずいナイス危ないナイスこのアイテム回収したら面飛ばせるが飛ばさない手もあるないで飛ばさないつまんてんゲットあーダメだったむずいになるんだボーナスがあのどんどんボーナス上がってくるんだよ、はい、詰め直しになっちゃうんですね。やば、逃げらんだろ。ああ、そっか、上にいないと当たっちゃうんだ、あれは。忘れてた。あ、ここが難しい。
敗した。さあ、行きました。1個、2個、3個。これ最後？あ、そういうことか。で、このこいつが来るタイミングで柵を取らなきゃいけないんです。そこでしのぎ続けろと。そういうことなんですよ。はぁ、ここで待っててもいいのかもね。あ、外した。外した、終わった。動けない。済みました。で、これだから綺麗に入ったらクリア。うわー、ぶわー、惜しかった。惜しかった。そういうゲームなのか。これ終わったらエンディングとかあるの？ある。あ、で、2週目が始まる。君自身の目で確かめてみてくれと。確か見てみろ。もしくは、ゆきチャンネルで公開されるかも。あ、まあ、一応上げてはある。じゃあそちらで。ありがとうございました。